皆さんこんにちは。釜ねぎ投資家、カモーラレです。今回の動画ではサムネイルにありますように自社株買いというのをテーマにしたいと思います。一応こちらの動画シリーズになっていまして、前回は株主還元のうちの高配当を中心に取り上げたんですけれども、その時に上司はですね、新入君に少しコケにされた場面がありまして、未だに根に持っているようです。今回の自社株買いの動画では名誉挽回しようということで、早速新入君に今日のテーマ、まず一つ目が高配当だけじゃない自社株買いの魅力ということで、よく株主還元と言いますと高配当と自社株買いというふうに2種類に分類されますけれども、巷でよく見かける投資戦略としては高配当というのが中心になっているかと思います。今回は自社株買いに焦点を当てますので、この魅力について少しデータをご紹介したいと思います。そして2つ目のテーマ、4月から5月にかけて決算を発表した企業がたくさんありましたけれども、その中で同時にですね、自社株買いを発表した銘柄がたくさんありました。先日コメントにて取り上げてほしい銘柄を募集しましたところ、いくつかコメントをいただきましてありがとうございます。すべてにご対応できるわけではないんですけれども、一部抜粋いたしましたので、今回はクイズ形式で自社株買いの特徴をご覧いただければと思います。まずは株主還元について、高配当と自社株買いの2つに分かれていると先ほど申し上げましたけれども、高配当については皆さんよくご存知の通り、企業が上げた利益を株主に一定の金額で分配する構図ですね。自社株買いの方に関しては簡単に言いますと、企業が上げた利益を用いて自社の株を一部召し上げる形、買い上げてしまう。これによって市場で流通している株式の割合というのが減りますので、1株あたりの価値が上がる、株価が上がっていくということで、それぞれの株主に恩恵を還元するといった構図になっています。今回はこの自社株買いを発表した企業についてご覧いただくわけですけれども、この一部の株式を召し上げる、買い上げていくときに、企業によって買い上げる手法であったり、量、割合、また買い上げる期間設定など、いろいろ特徴がありますので、こちらをご覧いただきたいと思います。まず本日一つ目のテーマ、株主還元の中でも高配当だけにフォーカスするんではなく、自社株買いを買う効果について、前回高配当の動画最後のところで予告に用いた投資信託のパフォーマンスをご覧いただきたいと思います。こちら青線一番上がトピックス、市場全体のパフォーマンス、そして黄色い線が前回の高配当でも登場した野村アセットの運用している投資信託、証券コード1577の高配当銘柄を70個集めた上場投資信託となっています。そして水色の銘柄は証券コード2529、株主還元で力を入れている銘柄を70個集めた上場投資信託となっています。この3つのパフォーマンスを5年の軸でご覧いただいているんですけれども、水色のライン2529の株主還元70というのは2019年から運用を開始している。ですのでそこから期間を1年ずつ見ていきますと、まずはですね、この2019年から20年にかけて、高配当の ETF は2019年以前はトピックスとほぼパフォーマンスが一致していましたけれども、この枠で囲っている1年間でトピックスに対してパフォーマンスが劣後するようになってきました。一方で株主還元の ETF の方は、ほぼほぼトピックス、青線のパフォーマンスについていっている形となっています。さらに次の1年をご覧いただきます。2020年から21年にかけては、黄色線の高配当に関しては、トピックスに対してさらにパフォーマンスの劣後が広がっていますけれども、株主還元の ETF の方もトピックスに対して劣後した1年。この段階でトピックスに対して株主還元の ETF は高配当 ETF の半分ぐらいの負け幅。ちょうど水色のラインが真ん中に位置しているのがお分かりいただけると思います。そこからですね、トピックスが一番パフォーマンス良くて、株主還元 ETF が真ん中を推移、そして高配当 ETF が最もパフォーマンス劣後した推移となっている状態で、ほぼ横ばい期間が続いていたわけですけれども、最後の直近足元の約半年間ですね、水色の株主還元 ETF はトピックスにパフォーマンスが追いついている形になっていますけれども、一方で黄色の高配当 ETF はトピックスよりはパフォーマンス、この期間だけ取るといいんですが、それでもですね、トピックスには追いつかない形。そうすると、このチャートの推移、今ご覧いただいたように、高配当だけではなくて、株主還元、自社株買いも含めた銘柄選別を行うのがいいのではないかと考えられるわけですね。さて前回は高配当にも ETF の種類がたくさんあるということで、その中のパフォーマンス差を取って銘柄の選別を行ったわけですけれども、今回はこの2つの銘柄差を取ってみたところですね。こんな形になりました。上から積水ハウス、日本ハムと銘柄並んでいますけれども、これは高配当だけの ETF には含まれていなくて、自社株買いも考慮した株主還元 ETF の方には含まれている。前回の高配当の動画と似たようなことをしているわけですけれども、そうするとですね、この銘柄たちかなり差がありまして、いろいろ出てくるわけですけれども、それぞれ高配当 ETF も株主還元 ETF も70銘柄ずつあるわけですけれども、その中から差を取るとですね、30個ぐらい差がついてしまうわけですね。ちなみに色がついている銘柄というのは、前回の動画で最もパフォーマンスが良かった MSCI が出している高配当 ETF の選別した銘柄と被っているものですので、そこまで深い意味はないんですけれども、さすがにですね、70個のうち30個も銘柄の差がついてしまうと、自社株買いのみの影響でパフォーマンスが良くなっている銘柄がどれかというのを抽出するのが困難になってきます。ですので、自社株買いも含めた株主還元で銘柄選別を行う方がいいんですけれども、どの銘柄が大きく寄与しているかというのがわからないという状態ですね。そんな時には自社株買いの銘柄を一つ一つ見ていこうというわけです。ということで今回2つ目のテーマ、自社株買いの銘柄の特徴をご紹介していきたいと思います。自社株買い大沸騰と書いていますけれども、今回4月から5月にかけて発表された自社株買いというのは、過去にないぐらい大規模なものとなりまして、発表した企業数というのは前年同期比 60% 増、250社を超える銘柄となりました。そして発表された自社株買いの最大買付金額を合計すると、こちらも前年同期比で倍増と約4兆円の金額になっています。これはそれぞれ過去最大の自社株買いを行われた2019年を超える水準となっており、それは現時点での話なんですけれども、自社株買いが発表された総額、当初一部全部足したものを年ごとの月次推移ご覧いただきますと、赤のラインが今年ですね、2019年少し上回って過去最大になっているのがお分かりいただけると思います。また四角のプロットでグレーのラインになっている昨年2021年は5月段階ではコロナの影響もあって、そこまでたくさんの自社株買いが発表されてなかったんですけれども、最後一番右側の11月12月をご覧いただきますと、急激に自社株買いが増えている。ですので、ここ半年間でですね、かなり自社株買いという形での株主還元が活発化しているのがお分かりいただけると思います。さて、4月から5月にかけて発表された自社株買いご覧いただきますと、こちら最大の買付金額が200億円を超えるようなものを集めていますけれども、データとして取得しているのが発表された日、そして自社株買いのオペレーションが開始される日、終了される日、買付の株数100万単位の株で、その株数が流通している株の何%に当たるものか、つまりここの数字が大きければ大きいほど、残る株式の価値というのはどんどん濃縮されて株価が上がりやすくなるわけですね。そして最大買い付けの金額に対して出来高の日数というのは、この自社株買いの株数が1日の平均出来高で直すと何日分に当たるかというのを示しています。要するにここの日数の数値が高ければ高いほど、マーケットの流動性に対して自社株買いのインパクトが大きいという形になります。そして進捗率、発表された自社株買いがどれぐらい進んでいるかというのを示しています。オープンハウス以外 0% が並んでいますけれども、当然ですね、発表されたのが4月5月のものを集めていますので、ほとんど自社株買いの期間設定がまだ開始されていない、もしくは開始して直後といった形になっています。そうすると大きいものをずらっと並べると、こんな風にいろんな銘柄が出てくるわけですけれども、全部一つ一つですね、ご紹介していくと、キリがないので、今回はですね、クイズ形式でこの企業の自社株買い特徴は何でしょうと、いくつかのグループに分けてご覧いただきたいと思います。クイズ3問あるんですけれども、まず1つ目はですね、こちら、日本郵政、日本電産、トヨタ自動車、マルイグループ、第一生命、KDDI。さて、この銘柄たちの自社株買いの特徴は何でしょうか？答えはですね、連続して自社株買いを行っている企業。ここ何年か毎年自社株買いを行ってくれる。つまり、継続して株式の買い支えが入ってくれるような銘柄という形ですね。このグループの銘柄たちの自社株買いがどんなデータかご覧いただきますと、こちら。連続して自社株買いを行っているという割には、日本郵政、トヨタ自動車、KDDI などは2000億円とかなりの金額をコンスタントにつぎ込んできているわけですね。また上から2番目の日本電産、一番右側進捗率 9% となっていますけれども、こちら後ほどご紹介したいと思います。さて続きまして2問目のクイズですね。今度のグループはこちら。上から大成建設、オープンハウス、TIS、JSR、コスモ石油、セイコーエプソン、三菱 UFJ、NTT、ヤマダホールディングスと並んでいます。さてこれらの銘柄の自社株買いはどういった特徴があるでしょうか。答えはですね、初めて自社株買いを行った、もしくは普段しないような巨額な自社株買いを今年発表しているといった銘柄たちになっています。具体的なデータを簡単にご紹介しますとこちら。最も目立つのは一番下の9831ヤマダホールディングス。日付のデータから2つ右側、取得比率のところが 20.7% とかなり大きな自社株買い。流通している株式の 20% はなくなるという形になります。そして8306の三菱 UFJ と9432の NTT はそれぞれ3000億4000億と大きな金額。一番上の大成建設は前回の100億円に対して5倍と、後ほどご紹介いたします。さて最後の問題はこちら。上から花王、キヤノン、大和証券、野村ホールディングス、第一生命。この銘柄群の自社株買いはどういった特徴があるでしょうか。答えは一風変わった注目の自社株買いということで、一風変わったというよりもガンガンとつぎ込んでくるといった形ですね。普通は自社株買いと言いますと規模が大きければ大きいほどマーケットのインパクトを与えないように注意しながら買っていくわけですけれども、今挙げたこちらの銘柄たちはどちらかというとどんどん買い付けることを優先してインパクトは多少与えても仕方ないというような、急いで買うような形の銘柄たちですね。一番上の花王の開始日と終了日の期間3ヶ月しかありません。キヤノンも同じく3ヶ月。もはや設定すら3ヶ月しか組んでいないといった銘柄ですね。大和や野村、第一生命は一応来年の3月末あたりまで設定期間つけていますけれども、実際はですね、始まったらどんどこやってきて、そんな設定した終了日までまんべんなくやるつもりはないような銘柄たちとなっています。さてこの一風変わった注目の自社株買いの銘柄たちについて詳細をご覧いただきますと、まず花王について、過去の自社株買いで毎日同じ株数を買い付けるという実績がありました。そしてその過去のやり方を踏まえると、今回の自社株買いも1日出来高の10から 15% マーケットインパクトも想定しながらやってくると考えられます。それ以外の銘柄についてはそれぞれキヤノンがこちら、さらに出来高は 20% から 30% も想定している上に、かなりスピーディーにやっていて、3ヶ月どころか1ヶ月、月末までに完了もあり得ると。そして大和に関しては、自社株買いの金額、前回よりも少額ですが、過去には毎日60万株買い付けるといったようなやり方をしてきました。1年間、期間設定していながら3ヶ月で完了するという見込みもあります。そして野村ですけれども、こちらに関しては500億から1000億、年度内に追加で自社株買いを発表する可能性があり、こちらは注目となります。また過去の買い付け方を見ますと、1日出来高 20%、それなりの規模で1ヶ月で完了するといった手口も想定されます。そして最後に第一生命ですけれども、こちらは3月に2000億完了したところなんですが、さらに新規に1200億円買い付けを発表しました。先日のデイリー動画でもご紹介したタイミングでは株価かなり高騰しまして、買い付け方としては1日出来高だいたい 15% ぐらいを最大として買い手を入れてくるような形です。そしてこちら、大成建設や日本郵政、日立や日本電産、ニデックですね。先日取り上げてほしい銘柄を募集した時にいただいた銘柄群です。一番上の大成建設は今回、前回の5倍の500億円と大きな規模になっています。また一番下、日本電産、2013年以来の年2回買い付けとなっていて、4月22日からの1週間で毎日10万株を購入し、先ほど表でご覧いただいたように最大で 9% 完了している模様です。そしてあと2つコメントでリクエストいただいた銘柄をご紹介するんですけれども、ビッグネームの銘柄なんですが、要注意の自社株買いとなります。まず1つ目、ソニー。発表した自社株買い2000億円ですけれども、以前の買い戻しについて完了しなかったという事象があったのは要注意となります。どういうことかと言いますと、自社株買いを最大いくらいくら行いますと発表されるわけですけれども、最大いくらいくらとなっていますので、実際にはですね、最大金額の自社株買いをする義務はないわけです。極端なことを言えば、例えば最大で2000億円1年間かけて自社株買いを行いますよとアナウンスしといて、1年経ってですね、思ったよりも株価が高かったので買い戻しは1円も行いませんでしたと言っても、別に何も悪くはないわけです。このようにですね、自社株買いのプログラムをちゃんと進捗行っているかというのも一つ注目するべきポイントになってきます。そしてもう一つはトヨタ。今回発表した追加の新規2000億円の自社株買いのうち1000億円については柔軟な購入枠と、もはやですね、今私が申し上げたような発表したけど全部はやるかどうかわかんないよというスタンスをですね、明確に半分の金額コメントでつけてきたという形になります。今回はですね、コメントでリクエストいただいた10銘柄近くのうちの要注意銘柄2つをピックアップしましたけれども、皆さんがお持ちの銘柄で自社株買い発表して期待感から株価が上がっているような銘柄、プログラムがちゃんと実行されるかというのをチェックしてみるのも面白いかもしれません。さて今回はですね、特徴のある自社株買いの銘柄というのをピックアップして少し詳細にご紹介したわけですけれども、せっかくこのようにデータがあるわけですので、次回はですね、自社株買いの取得比率であったり、最大の買い付け金額及びマーケットに対するインパクト、そして期間設定の手口、こういったものたちを今回の4月、5月に発表されたもの、ランキング形式でご覧いただこうと思いますので、今回の動画に混ぜ込んでしまうとまた少し話長くなってしまうということで、よろしければ次回の動画もご覧いただければと思います。またその際にはですね、ランキングが大きい、つまり本当に株価に対してインパクトが出ているのかというのも検証しながらご紹介していきたいと思います。今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。